魏は五条原に蜀を下し、乱世を収束へと近づけた。だがその後、両党の公孫円が自らを猿王と称し、魏に反旗を翻す。人に野心ある限り、火種が絶えることはない。その愚挙を断つため、司馬懿は自ら軍を率い両党へと向かった。一方、司馬氏の台頭を疎む大将軍曹操がこれを好機と挙兵。司馬懿の留守を守る老党らを討つべく、都洛陽を進軍する。その急進は司馬氏派の者らに終結の時を与えなかった。だが司馬一族はこの風雲急を告げる事態にも動じない。欧州の大将軍天下に死せず、故にこれを廃すべし。まず味方となる者を急合、しかる後上乱をなす者を討つ。趙春夏、司馬氏、司馬昭が戦場と化した洛陽へと踏み出す。戦も人も私の思い通り。洛陽はあの曹操を支えるのだ。旦那様の意志に皆顔を奪われたのだし、危ないじゃないか。試練と市場も一人前なのは通常だ。まずは子供たちの無事を確認しない。いいかね。自由で葬ってくれるわ。我が主役、試させてもらおうか。ほら、
任せたぞ。
して追いつかれるとは。ならばこの私に自らが討ち取ってくれる。だけのことはあります。私に天命はないのか。いい子ね。一人でのこのこ現れるとは。若いしても遅いぞ。旦那様に報告差し上げないと、いてもいなくても世話が焼けるんだから。